はい、今日はこちらにあります建築の竣工写真ですけれども、写ってます電線や電柱、これ邪魔ですよね。これをフォトショップの新機能を使って簡単に消せる方法があるんです。それをご紹介します。今回は通常のフォトショップ版ではなく、ベータ版のフォトショップ版の中に搭載されているジェネレーティブ塗りつぶしという機能を使います。では、クリエイティブクラウドのこの上のアイコンから、今、開くとこうなってますけど、アプリを開いていただいて、アプリの左側、ベータ版アプリというところがあります。ここから一番上にフォトショップ、カッコベータってあります。これをインストールしてください。今これは私最新になってますけど、インストールしてるのは最新になってますけど、してなければインストールで出ます。で、これインストールしてください。インストールしていただかないと今回の機能使えないので、これは必ずしてください。じゃあデータをですね、新しくインストールした Photoshop ベータ版で開いてみてください。で、この白くなってますんで、この白くカッコベータって書いてありますけど、ここで表示させます。で、画面こういう画面になります。はい、で、これで開きました。で、これがベータとなってたら、今回新しくインストールしたベータ版で開いてることになります。で、今回このコンテキストバーっていうのが下にこうあるんですけど、これが新しく追加されたジェネレーティブ塗りつぶしという、バーですね。で、これを使うので、これは消えたりするんですけど、多分デフォルトではついた状態なので、これも表示させてください。で、いきます。これ基本的にこの電線とこの斜めの線ですかね、これを全部きれいに囲って、で、塗りつぶしという作業になるんですけども、自動の塗りつぶし作業になるんですけども、これをとりあえず囲う作業をします。じゃあ囲っていきます。通常は投げ縄ツールとかいろいろあるんですけど、この多角形選択ツールっていうのがまあ簡単なので、これを私は使います。じゃあちょっと拡大していきますね。拡大してここの部分をこう精密に囲っていきます。じゃあいきます。こうやって囲っていきます。こう、この隙間とかもこう引っかからないように、きれいにこの間を抜けていきます。で、この斜めの線ですね、これ。これも、こう一発でいきましょう。もう簡単にこの多角形選択ツール一発でいけるんで、こういっちゃいましょう。直線は一発でいきますからね。ここまで来たら、もうここもギリギリのところよく見てください。で、ここもまっすぐいきましょう。で、今度電柱いきます。ここにかかっている電柱、ずっと、ちょっとね、ここ、電柱いきますよ、電柱。下まで突き抜けて、ここ。からこう。で、この家ですね、後ろの家とこの電柱の間、ここも拡大してよく見てください。ここを間違えるっていうか、こう重ならないようにしてください。で、ここをこう来て、ここに線がありますね。この線をまたか覆いたいので、ここまで来ます。で、こっちにも太い線があるので、こっち行きます。で、こう来ます。で、ここなんか細かい線ありますけど、これももう囲っちゃいます。で、ここもありますね。こう伸びてるの、こう、見えるところは全部。これぐらい。これぐらい隙間というか、まあ、あんまり電線とギリギリじゃない方がいいかもしれない。まあ、これぐらいであれば十分です。で、こう、線という線をこう、だいたい囲っていきます。で、これ指定に戻る。で、今これ全部囲った状態になります。この状態でジェネレーティブ塗りつぶしっていうのを使います。で、ここ新しくできたコンテキストバー、ここにあります。まあ、これどこでも移動できるんですけど、これを生成塗りつぶしって一番左側にありますボタンをクリック。で、またこの下に出てくる、下にっていうか、これ出てくるんで、もう一回ここに、ここなんかテキスト入るようになってます。これ無視していただいて、真ん中の生成ボタンを押せるようになっています。これを押すと自動生成が始まります。ちょっと時間かかりますけど、とりあえずこれ押してみます。はい、これネット経由なんで少し時間かかりますけれども、すぐできます。10秒ぐらいかな。これで一発で消えるんですよね、うまくいくと。お、これどうですか、これすごいな、これすごくないですか。これ1回やると3つ生成されるんですよ、今の時間の間に。これがすごい。で、これ、ここにこうプロパティに出てくるんです、3つ。これ好きなのを選んでもらっていいんですけど、ちなみに、この中にいいのがなかった。
場合、またジェネレーティブやればいいんです、ここで。ちょっと今回やってみましょう。生成ってボタンがありますから、これもう一回やります。またやってくれるんですよ。また3つ生成してくれるんです。その中から選べばいいんですけど、まあ、似たようなのになるので、劇的に変わるってことはあんまないんですけど、まあ、若干変わったりするので、ちょっとやってみてもいいかもしれないですね。押すだけなんで。まあ、今3つ、6つできましたね、6個。順々に行きましょう。まあちょっと変なのがいっぱいありますけど、まあでもそうだな、まあこれは絶対ダメだし、煙突ができてる、うん、まあここの部分がちょっとあんまり良くないな。もう一回やりましょうか。まあちょっと納得いかないから何回もやってもらってればいいのが出てくる可能性があります。ただ他すごくないですか、これ。ここの家、この横の家ですからね。今、いじってる。今、不思議なのは。まあ、そうだな。まあ、今回ちょっと、とりあえずなんで、そのジェネレーティブ見てもらいたいっていう動画なので、これにしときましょう。今、9つ生成しましたけど、その中で一番、まあ、ちょっとここが不自然ですけど、ちょっとそれ無視していただいて、この今、建てたこのメインの建物はものすごい綺麗に、この斜めですよ。ここを見てください、これ。これがこれですよ。これ、今まで2、3時間かかってたのが、今生成ボタンを押して2、3分でできる。恐ろしい機能です。ちょっとね、ここの、この部分がちょっと難しいっていう AI の判断なんで、ちょっとこれはありますけど、これはもう後でちょっと微調整で手動でやるしかないんですけど、まあ、ほぼほぼ綺麗に、あのめんどくさい、こんなにいっぱいあった、ここのやつが、全部なくなってるっていう、奇跡ですよね、これ。素晴らしい。これは使えると思いますよ。それで、まあ、あとここ、今ちょっと覆えなかったところの、この変なピヨって出てる、こことかね。こういうのはやっぱこのメインの建物に出っ張ってるんで、ちょっと綺麗にしたいじゃないですか。これを綺麗にするのは、このジェネレーティブ塗りつぶしだと綺麗にいかないので、あんまりこういう細かいのがうまくいかない傾向にあるので、これ手動でいきます。でも手動でもすごい簡単なやり方です。ちょっと拡大しますよ。で、まあ修復ツールとか普通使うんですけど、バッチツール私は使います。で、これ、こういう場合はバッチツールがいいかなと思います。で、これ消したい部分を囲います。で、ポイントはですね、こうまあ囲うんですけど、ポイントは、この屋根の下から、これ囲うってことですね。ここだけじゃなくて、これで移動します。それしてこれでつなげます。これも綺麗ですね。で、まああのあとこの辺とかはちょっと今複雑なあのレイヤーが入ってたんで、これあの今複雑じゃないところ、あの後ろのバックと被らない場所だとつなげなくてもよかったんですけど、ここね、こういうさっきジェネレーティブで使ったところは同じようにできないので、これ一回画像を統合しますね。表示レイヤー統合しないとここつながらないので、でここをやります。でここ今出っ張ってる、ここちょっとなんかもちゃもちゃしててなんか汚いですよね。ここをまたこのバッチツールですね、これを使ってまあこうして、あ、まあこれは消えるな。これで消えますね。こう繋がってるところがちょっと難しくて、繋がってないところ、まあこれもこうやって消えるんですけど、こういうの出ちゃうんですけど、これも後から直せますって。こうやってもう思いっきりやっちゃいます。これをずらす。で、まあほぼ綺麗になりますね。まあこれもやればいいんですけど、あとこういう、ここちょっと見よって出てるやつも、まあ、これも囲っちゃいます。全部バーって囲って、この同じ。近くが同じような模様だともうこっちの方が綺麗なんで、これでやっちゃいます。早いし。でここまあちょっと出てるので、これも、まあ、こっからピッてやって、ここずれてるんで、こうやって微調整でぴったり合わせられるんで合わせてください。はい。でまあこんな感じですね、大体。まあちょっとあと微調整また同じようにやらなきゃいけないんですけど、まああとこのジェネレーティブのここの方がおかしいっていうのはありますけど、基本的にでもあのさっきの状態に比べると、最初の状態に比べるとですね、
これが一気になくなるっていう恐ろしい状態、ここの部分もうまくなじませて、ちょっと不自然なんですけど、まあこれは何回もやって、ちょっと AI が生成するものなんで、ランダムになるんで、ちょっと難しいは難しいんですけど、まあこんだけ複雑じゃなければもっと綺麗にいくと思います。ちょっとたまたまこの画像がここが暗くてうまくいかなかったっていうのはあるんですけど、ただ基本的にこの目的としているメインの家は多分綺麗に見えるんではないんですかね。こっちの方が全然。しかも簡単にですね、この、これですから、この塀とかこの壁に出てるこれとか、信じられない、すごいな、これ。っていう感じですね。とりあえずこのジェネレーティブ、ベータ版のジェネレーティブのこの破壊力、これ少しちょっと体感してもらえればと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回ジェネレーティブ塗りつぶしでざっくりやってみましたけど、簡単にできたと思います。細かいところはいろいろ残ったんですけど、それは次回の動画でやってみたいと思います。